浜岡原子力発電所は日本の静岡県お前崎市にある中部電力唯一の原子力発電所。1号機から5号機まで5つの発電設備があるが、1号機と2号機は2009年1月に運転を終了した。敷地面積は160万平方メートルで PR 施設である浜岡原子力館が併設されている。東海地震の予想震源域であるお前崎にあり、 活断層が直下にあるという仮説まで発表されており、またトラブルが多発していることから耐震性の不足が懸念されている。また、以前は高さ10メートルから15メートルの砂丘で高さ8メートルの津波を防ぐ想定になっていたが、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震における福島第一原子力発電所事故の教訓から、 同年3月16日に2、3年以内に地上高4メートルほどの防波兵器を作る計画が発表された。翌4月に海抜15メートルへの変更が決定されたが7月22日に発表された新策定では地上高は海抜18メートルへとさらに引き上げられ、完成予定も2012年12月と大幅な前倒しとなった。 2011年5月6日、内閣総理大臣の神オトが、全原子炉の運転停止を経済産業大臣の海枝万里を通じて要請。これに対して、中部電力は5月9日、現在運転中の4号機、5号機を停止する、決定をした、旨を発表した。また、当時、定期検査から停止したままであった3号機についても、 当面運転再開を見送ると発表した。プラント形式、格納容器形式については、国際原子力機関ウェブサイト、及び原子炉設計 P111 などを参照した。より詳しい仕様は、中部電力ウェブサイトなどを参照のこと。航空写真この時点で3号機までが稼働している、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成建設中の2号機の航空写真に変形をした、原子炉格納容器とおぼしものも見える。その横には運転開始を目前にした1号機が見える、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成本発電所では、岩礁が多い海底地形上の問題から、小規模な港湾を設けて、 防波堤内に取水橋を設ける方式は取られなかった。各、プラントごとにトンネルを掘削し、沖合に取水塔が設けられている。なお、港内に港湾を持たないため、海上輸送の必要な物資は、もっぱら近隣の午前機構を利用している。海底取水トンネルは海上に建設された、取水塔と陸上の取水層を結ぶ。1号機の工事を実施した際、トンネル全体は、 安定した岩盤と判断されたが、懸念されたのは下記の3点である。このため、安全性を考慮し、シールド工法の採用となったが、シールドのオーバーカットに対する危険性も議論された。シールド工法には、土かぶりの少なさにも、対応可能点や異常出水の際の作業員の救出性、トンネル復旧が良いといったメリットがあった。そして、 シールド工法の中でも1980年代以降、主流となっている密閉型ではなく、開放型機械式シールドが採用され、圧気工法で掘削された。圧気工法は、掘削部分に0.05から0.06パ程度の圧気をかけてその圧力で、排水効果、山止め効果、地山を脱水し改良する効果の3点の効果がある、ことが採用の理由であった。 一号機用取水トンネル掘逐に使用されたシールドマシンは熊谷組のもので、後にカッターが浜岡原子力館の屋外に展示されている。トンネル周辺の自然条件としては建設の機械化に掲載された5号機の記事で次のように発表されている。なお、一号機の取水搭載用は日本の原子力発電所としても初の試みであり、当時は海外でもに、 三の事例があるに過ぎなかった。取水等に求められる条件は次のように考えられた。計画取水量を安定して取水できる表層の温水を混入しない、こと海底の堆積土砂をできるだけ吸い込まないこと、修理点検のため取水口を閉塞して内部の水を排除できること取水口の推理特性が、良好で渦などの発生がないこと破力、地震力、浮力等の外力に対して、 構造物として安定であること位置は、地質調査結果から岩盤のかぶりが厚く、岩質も良好で、破砕体が少ないことを条件に決定された。また、主水等の掘削沈下及び海底トンネルの接続を、悪気化の作業で行おうとすれば、基礎底面の標高は、水面下35メートルが限度であり、海底トンネルの下限となる。結局、最終案では、 最小かぶり厚さ15メートル、トンネル先端の中心標高マイナス28メートル、トンネル延長660メートル、取水塔据え付け位置は沖合600メートル、最大水深10.75メートルとなった。取水塔は外径16メートル、内径12メートルの円筒で、上部は開放され投票が立っている。海中には取水用のゲートが全周にわたり設けられており、 海底の砂を吸い込まないよう加端は、海底から3メートルの位置に、海口高さは1.6メートルあった。災害時の動水圧なども計算され、地震に対しては、重要度分類にて、C クラス、静的水平震度は C0 イコール0.2とされた。また、応答スペクトルによる計算も実施され、その結果は C0 イコール0.33で検討したものと、 同等であった。船舶の衝突については付近に大型船航路はなく、過去の実績から500トン程度の難パ漁船が衝突しても大丈夫なように防限剤を取り付けされているが、船舶そのものの衝突については本種水等を含めて視界全体の課題であるとも述べられている。その後増設されたプラントも同じようにトンネル方式での取水となっている。を例にとると、 次のような仕様である。中部電力は1957年に火力部内に原子力化を設け、社として調査研究を進めてきた。具体的には化の設立以降、日本の充電メーカーの日立製作所、東芝、三菱重工業と共同研究を実施し、技術の吸収に努めた。1966年6月には原子力推進部に格上げし、 組織体制を強化した。1963年11月、中部電力は、三重県に、規制庁と南東町にまたがる芦浜地区、宮間町大白池地区、長島町上の浜地区の3地点に、原子力発電所の計画を発表した。立地条件としては、3方を山で囲まれ、人口気迫、 町有地の買収で住む足浜地区が有力であったが、三重県内の全漁協が反対に回ったことで、1964年7月の足浜地区を予定地とする、旨の発表の際も、賛成の規制庁、漁民中心で、反対の南東町とで対応が分かれ、規制庁でも町長が原子力発電所計画に絡む、首都不明金問題で辞任し、1967年9月、 三重県知事、田中里氏は計画の一時的断念を表明し、中部電力は足浜以外に立地を求めざるを得なくなった。一方、三重県で事態が悪化しつつある中、中部電力は1967年1月には、静岡県の浜岡町町長,長や有力者に密かに接触しており、5月31日に正式に町長に計画を説明、世間一般には、 同年7月5日の産経新聞が一面スクープ記事を報じたことで明るみに出た。これに応じて浜岡町も先進事例であった茨城県東海村に町議を派遣するなど積極的対応を進めていった。スクープと共に計画のペースは早められ桜地区での概要説明、予定地範囲内の302名の地主への説明と保証交渉が急テ店舗で進んでいった。 保証額は16億円で地下で見ると、関西電力の事例などに比較し、数倍の破格地であった。一方、お前崎や相良周辺の漁民は、温排水による環境破壊のリスクを考慮し、1100名での反対デモに出るなどした。第五福竜丸が、近隣の八重津港を母港としていたことから、放射能への不安も他の地方の漁民により高かったという、静岡県内の労働組合も、 オルグ活動などで現地入りして支援したしたかし、お前崎の漁協組合長が実際の環境影響の実態調査を提案し、東海大学と共同で実施した結果、適切な保障さえ行われれば、大半の漁民は満足できる内容であると判断し、姿勢は転換していった。関係する漁協は1969年に最終見解を受け入れ、建設に同意した。 通商産業省の電源開発調整審議会は1970年3月25日に1号機の建設計画を認可し中部電力は4月20日に GE 社製の沸騰水型系水路を採用すると発表した原子力委員会原子炉安全専門審査会は6月29日から11月16日までの5ヶ月で安全審査を完了した。なお、 この間陸上では、社会、共産両党による反対運動も展開され、オルグ、ビラバリ、電長信への怒鳴り込みなども実施された。中部電力は、1970年6月に現地調査事務所を設置し、気象、地質、生打ち、地震観測等を開始した。翌1971年4月には建設所を開設した。2016年5月10日、 立教大学共生社会研究センターは、住民組織、桜地区対策協議会代表を務めた旧浜岡町議の自筆メモなどの関連資料を公開した。これらの資料には、中部電力が助けたいに総額約30億円もの現金を渡していたことが記されている。中部電力は、東京新聞の取材に対し、地元振興の手伝いとして、 協力金を支払うことがあると述べた。1号機着工当時、発電所、敷地160万平方メートルの内約75%は30メートル前後の起伏に富んだ丘陵地帯であった。中部電力の1号機建設当時の見解によれば、お前崎製法は、西南日本外帯と呼ばれる区域に含まれ、第3期中心夜の相柄層、その上に置き跡層、 鉱石層が覆っている。サガラ層は、サガンとデーガンの誤層であり、固結度は高いと判定された。コアボーリング調査は100本にあまり実施され、男性破炭査も実施された。当時の調査では、サガラ層の岩盤は起伏に飛んでいたものの、縦や基礎に問題となるような断層や破砕体はないとされた。なお、海岸戦争いは砂丘となっており、 その高さは15メートル前後とされている。敷地全面の海底は100分の1程度の間、勾配であり、沖に向かって低下しているが、ところどころで岩礁が点在している。海消状況の調査率地点における、海消調査は1970年以降より、開始されたため、1年以上経過した時点でも、データ解析中の状態であった。調査内容としては、 発高観測があり、同年6月より沖合704メートル、950メートルの日地点で実施された。その結果、1年余りの観測で沖合700メートル地点にて最大発行7.40メートル、周期8秒の波を観測している。これらだけでは、情報が不足するため、8キロメートル東方にある、お前崎県庁所の記録が利用され、その値は、 下記のようになっていた。敷地高の検討給料地帯であるため、発電所の建設に必要な敷地面積を得るためには、整地工事量が大きくなり、これが経済的な面での制約条件となった。ただし、原子力発電所の建設であるため、経済性より優先して検討しなければならない。要件として、潮位、波高津波、付近河川の洪水などが挙げられている。 検討の際、周辺の社会資本建設にあたって決定された経緯が参考となった。これは、計画潮位と計画波行の輪を取って求められる。中部電力が参考としたのは、円周な田海岸堤防である。その高さは、前坂県庁所の最高潮位が TP プラス1.98メートルであったことから、計画潮位 TP プラス2.00メートルとされた。 また、計画波高は、伊勢湾台風時の沖波波高を参考に、3.65メートルと推測されたため、これらの輪に、余裕高0.5メートルを加え、次のようになった。同じように、新野川堤防高決定の経緯では、計画洪水量260立方メートルと、計画潮位、余裕高を見越し、TP5.2 メートルとなった。また、 円州な灘における津波の100年間期待値は1520年から1968年間の津波記録14回より計算され3.2から4.4メートルと計算され最大約5メートルと計画された。これに台風時の満潮くらい0.6メートルと余裕高さを加え6メートルと見積もられた。蒸気複数のケースの検討結果より敷地高さは tp 6メートル程度まで高くしておけば自然条件に対して十分安全であると考えられた。これらの条件を加味して立地と配置が検討された。当該地点は海岸より砂丘、砂丘湿地、丘陵となっており工事費を考えると切り取りは少ない方がよく岩盤線が低すぎても問題であった。そのため岩盤線の低い湿地帯は避けられ、 給料に沿った TP4 から7メートルの地帯を造成することとした。まとめると、レイアウト案を検討する際、工事費としては次の要素に分解できる。これらを検討した結果当初は TP6.5 メートルとされたが、その後タービン建屋1階と同じだった開閉所敷地高を13メートルに上げて切り取り量を減らしたため、浮いた分を全体の敷地高を下げるために回し、 TP6 メートルで最終決定となった。風強率地点は東日本気候区、東海型に区分され、冬季は西風が強く、風速10メートル以上の日が1月中24日に達した年もあるという。電力新報1970年11月号では、西風について年間を通して卓越とも報告されている。なお、 後年を前崎風力発電所の立地点となったように、当時から浜岡周辺の風は強風であることが指摘されている。過去の地震の検討2015年8月29日から2015年9月1日に浜岡原発付近で発生した100回を超える群発地震の震源マップハイネット自動震源リストデータより作成1号機の建設以降、 地震に対する想定についての疑問が提された。3号機以降は、耐震設計そのものが改められ、2000年代の見直しにより、さらに厳しい想定条件に変更された。その上で、中部電力などに批判的な立場の研究者、反原発団体からは、さらなる疑問も提示されている。ここでは、時系列順に記述するため、1号機建設当時の 地震の検討について述べ、後年の論争や想定の変更については口実することとする。1号機建設当時、中部電力が資料調査から推定した地震の震度分布は次のような結論となった。このような結果が得られ、地震活動性については決して定義ではないという認識は中部電力も持っていた。しかしながら、 地震被害率が一パーセント以上の地震は一から二回しか経験したことがなく、東南海地震で森土地点のような鉱石大地、岩盤地盤では、粘土質の地盤より被害が少ないと認識していた。人口の状況一号機建設当時、原子炉建屋から最寄り民家までの最短距離は七百メートル、半径五キロメートル以内、の人口は約一万七千人、十キロメートル以内は、 約6万人であった。なお、当時は国道150号の4車線道路は存在していなかったが、バイパスの名目で計画はすでに立てられていた。1号機を導入するにあたり、中部電力でも路型の選定が問題となった。中部電力副社長を務めた林正義によれば、社内で BWR と PWR を比較が行われた。技術的には、 同等レベルと結論し、国内では、当時すでにた電力会社社もいずれかの方を採用する、情勢だったが、BWR のメリットとして下記に注目したという。以降、本発電所で採用された炉型は、ABWR を含めすべて沸騰水型の、系統となっている。林によれば、PWR についても、その他の炉型と同じように研究はやっております。ただ、 現在はあくまで研究の段階ですと答えている。また、容量については、当時、米国では100万キロのプラントの実績もあったんですけど、国外の実績だけではどうしようもない。そういった実績、信頼性などをあらゆる角度から検討して、54万キロぐらいが一番いいんじゃないかということで容量を決定したという。一号機の発注方式は、東京電力が 福島第一原子力発電所1号機で実施したような GE への一括発注を採用せず国内メーカーとして名港火力建設以来新鋭火力の契約実績が複数あった東芝を主契約者に選定した4号機を建設した際には改良標準化計画も相当の進展を見せておりまた3号機と基本的な型が同じであったため運用 保守関係部署の意見の反映が図られている。一方、口事するように運転開始ごたてやコンクリートのアルカリ試験成績の偽造問題が発覚し、問題となった。5号機の増設申し入れの際にも、足浜や鈴に加え、清水石炭火力発電所計画までが、1992年2月に、静岡県知事、斉藤茂雄氏より反対を受け、 他の立地点での発電所新設が進まない背景があった。そもそも清水市への火力発電所設置は1989年に発表したもので、当時は浜岡への原子炉設置は4号機までとアナウンスされていた。しかし清水市では市民運動による反対運動が発生し、静岡県の反対表明で計画は頓挫した。 反対表明された静岡県議会の4ヶ月後、地元に非公式に5号,号機の打診がなされた。中部電力幹部は社長個人の考えと述べたが、1992年12月に5号機計画が正式に地元申し入れされたという。日経産業新聞によれば、他に比較すると本発電所での増設は容易であった。また、中部電力は4号機までは原子炉を 東芝、タービンなど発電系を日立に発注してきたが、日米貿易摩擦に伴う日米構造協議を反映し、アメリカ合衆国からの輸入を増やすため、ゼネラルエレクトリックが受注する可能性も報じられた。なお、発表当時の総事業費は4500億円であった。結局、5号機についても日立などが受注した。1号機廃棄計画。 2号機もほぼ同じ1号機は2001年に11月に全熱除去系配管破断に伴い原子炉を停止した。その後、2002年4月より第19回定期検査を開始した。2号機は2004年2月に第20回定期検査を開始した。その後、1、2号機とも2008年3月いっぱいまでの予定で炉心シュラウド交換工事。 耐震誘導工場工事が計画された。耐震補強工事は2、3、4号機を含め数百億円の計画で2005年に着手された。この補強工事の内容は主に冷却水関係の配管のサポート増強、排気等は地盤を強化し、振動を吸収する大型の油圧機構を設ける内容であり、後に完了予定時期は2011年3月に延期された。 この間、2001年夏より3年後の策定を目標に、国の原子力安全委員会、耐震指針検討分科会にて、耐震設計指針の見直し作業が開始されていたが、確率的安全性評価の採用の是非などをめぐって、地震学者と工学者の意見が対立し、策定されたのは2006年であった。そのため、中部電力は、指針の改定を待たず、 指針策定前の2005年1月、自主的に水平地震動1000ガルに耐えるしようとすることを決断した。結局新指針では、浜岡の基準地震動は800ガルとなったが、1000ガルという数字の根拠は、従来の600ガルという数字の2から3割増という以上の意味しかなかったという。なお、1000ガルという数字目標には政治的な意味合いもあったことが指摘されている。 それは、先進国特有の何が起きても全く問題がないと、周辺住民が納得する水準まで引き上げねばならないという事情である。また、中部電力は、ある雑誌の取材に対して、浜岡原発差し止め訴訟の判決が10月26日に、あるだけに、一新敗訴となると逆転ができなくなることもあるわけで、全電力のためにも負けるわけにはいかないでしょう。 裁判に勝つために0 0 0ガルにも耐えうる大規模な耐震補強をしているのですと述べている。この点は反対派側の推量とも一致している。この計画に従って3号機以降は必要とされる部位に耐震補強工事を実施し、二千八年に完了した。しかしながら、一二号機は経済性の観点から採算が合わないとされて、計画は変更となり、二千八年十二月、 従来の継続仕様に代わって6号機新設によるリプレース計画に変更された。問題は1000ガルという数字の大きさにあった。1、2号機の場合800ガルまでならば補強工事の期間、費用ともに限定的であり、再算上も実行可能であったが、1000ガルの場合、費用の桁が一つ跳ね上がることが検討を通じて判明した。 特に大きな費用を要するのが原子炉建屋の免震構造化であり、線ガル対応のためには必要不可欠と分かってきたのは2008年7月頃のことだった。免震化のためには建屋の横から穴を掘削して土台を構築する必要があった。中部電力独自の共同資産では線ガルの地震動であっても1、2号機の主要な原子力機器には 問題が生じないとの結論を得ていたが、結局、下記のような経済性比較からリプレースを決定した。日本経済新聞などによれば、このようなリプレース計画の背景には運営費の面から見た経済的問題と立地候補を失ったという二つの問題が影響を与えている。法的な強制力こそないものの当然のことながら、基準を引き下げることは、 企業として困難という事情もあったことを日経新聞の記事は報じている。このリプレース計画について、朝日新聞は地震発生一域での建設であることを踏まえ、CO2 削減など環境上の要請は認めつつも、他社の原発から調達する電力量を増やしたり、新たな立地を模索したり、といった大対策を広く検討すべきだなどと述べた。 日本経済新聞も原発比率をさらに高めるためには、浜岡以外の立地も検討課題となると述べている。1号機の設計用地震加速度は次の通りで、許可された値は若干大きなものとなっている。基本的には2号機も同様である。1971年当時建設を許可されていた主要な原子力発電所8カ所の中で、この値は、 最も高く設定されている。なお、これは基盤における水平地震動であり、延直地震動は、その1、2で定められていた。また、従来の発電所では、原子炉建屋、タービン建屋、制御建屋、廃棄物処理建屋を別々の建物としていたが、本発電所では1号機より、複合型原子炉建屋方式が採用され、 均衡の取れた構造構成を目指した。具体的には原子炉建屋、制御建屋、廃棄物処理建屋は複合型原子炉建屋として一体化された構造物となっている。地下及び1階は64メートル四方の正方形をしており、建屋内に厚さ1.2から1.5メートルの壁からがで仕切られた二次格納施設があり、この中に原子炉がある。 二次格納施設と1.3メートルの厚さの外壁の間の空間には、廃棄物処理施設、機器冷却系、非常用電源設備などがある。二階より上は44メートル33メートルの二次、格納施設部分のみとなっている。タービン建屋は従来通り独立している。この方式のメリットは次の通り。耐震設計については、本発電所の建設においても、 導入技術の消化にとどまらず、日本国内で三観学連携の形で進められ、炉心周りの耐震実験などはアメリカにデータがなかったためデータの蓄積から始めなければならなかったという。岩盤の上に基礎を厚く取る複合立て屋とするといった着想は、中部電力とメーカーとの討議の結果生まれたもので、多度津工学試験所のほか、メーカーでも振動台を導入し、 危機の過信試験を重ねたという。3号機設計の際は、大規模地震対策特別措置法が施行され、その地震防災対策強化地域に、本発電所も含まれた。当初は、かつてのあず、永久をそのまま踏襲した値で申請されたが、入力地震動は1、2号機より大きくなり、次のように強化された。この大幅なアップも補正後再提出された。 申請書で初めて記されたものである。なお、1、2号機についても、下記の加速度で再検証がなされ、問題ないとの結論が下されたが、この点に、小林義正は疑問を示した。なお、最大振幅の推定については、中距離地震動は、いわゆる、家内の経験式で、近距離については資料による破壊支点等などの被害状況から推定された。 3号機の建設にあたっては、格納容器形式をどうするかについても検討されたが、マーク機改良標準型とされた。これは、マーク2改良標準型などと比較し、圧力容器の末付け位置が8メートルほど低く、地震動に対してより安定な構造であったためである。公開ヒアリングでは、福島第二原子力発電所3、4号機と比較がなされている。また、 高速度制御棒がこの機から採用された。旧耐震基準時代3号機以降が建設された際、1.2号機との基準地震動において常実のように差が生じた。このことに対して中部電力はプラントの強度は300ギャル、450ギャルの地震動をちょっと超えると壊れるようなギリギリの設計をしているわけではなく相当な余裕を持たせたと説明している。 また、1.2号機の建設時には、地震応答解析のモデルが、地盤上にバネを介して乗っているものであったのが、その後実際の条件に近いモデルで評価を実施したところ、かつて見積もられた建屋の揺れが強めに評価されていたため、3号機以降で使用した基準地震動に対しても、耐震性能が問題ないことを確認したという。また、耐震誘導工場工事が実施される以前に、 原子力発電技術機構多度津工学試験所の大型振動台にて、機器、配管類の実機試験を行って、耐震性を確認したことも挙げられている。制御防空動機構を例にとると、振動台の能力いっぱいである、基準地震動 S2 の1.7倍の振動試験でも正常に動作することが確認されたという。なお、地震動による応答加速は計測場所により異なり、 一号機に基準地震動 S1 を入力した際の水平応答加速度の場合を例にとると、下記のようになる。中部電力が行ったシミュレーションによると、震源が 40km 離れた想定の東海地震の時、地盤の振動加速度が垂直で約300ギャル、水平で約600ギャルであった。これをもとに垂直700ギャル。 水平線にあるに対応するため、炉の周辺の付属物と、その指示などへの工事が2007年から2008年にかけて行われ、2009年に財団法人発電設備技術検査協会によって評価が終了した。評価は炉を含め、振動の解析と規格強度との比較である。工事の結果、原子炉の設計上の耐震性は次のようになった。なお、 原子炉圧力容器、原子炉格納容器に対しては、耐震誘導工場工事の対象にはなっていない。その理由を、チューブ電力は、ウイルに対して、次のように説明している。耐震誘導工場工事の対象は、耐震設計上重要な施設に対して実施したが、これは、原子力発電所の異常事態で重視される3つの、能力、原子炉を止める、原子炉を冷やす。 放射能を閉じ込めるを維持するための施設を指す。それらの中核である圧力容器、格納容器なども含め、耐震設計上重要な施設は1000ギャルの目標地震動に対しての耐震性が評価され、それが配管類やタンク類などについては表のような結果となっている。一方、3号機以降の核原子炉の格納容器、圧力容器についてはもともと耐震設計重要度。 分類でも最高のアーズクラスで作られた。目標地震動が大幅に引き上げとなった再評価の結果も十分な余裕を持っていると判断され改造の必要がなかったため工事は実施されなかったという。耐震誘導工場工事は常実のように新耐震基準の施行を待たずに着手されたものだがその耐震基準は2006年9月に改定された。これに伴い 既存の原子力施設に対しての新基準に基づいた耐震性評価が原子力安全委員会、耐震安全性評価特別委員会にて実施された。これに応じて34号機については2007年初頭に相次いで耐震安全性評価結果報告書が提出されている。本発電所に対して耐震安全性評価特別委員会は、 ワーキンググループ1にて2008年7月30日に初会合を開いた。なお、広瀬隆氏は原子炉次元爆弾にて変動地形学を知らない地震学者なる表題を掲げ批判を行っているが、実際には同書観光前の新耐震基準にてリニアメント重視の考え方から変動地形学重視への転換がなされている。本発電所においても 変動地計画の観点から活断層評価が実施された。さらにバックチェックにより評価するべき活断層は当初の12本から15本に増やされた。前述のようにバックチェックは3、4号機に対して実施したが2009年8月11日に発生した駿河湾地震に伴い追加調査が実施された。なお、 東北地方太平洋沖地震が発生した2011年3月11日の午前中、偶然耐震安全性評価特別委員会が開かれていたが、本発電所については依然調査中であり、中間報告の出されていない数少ない発電所の一つとなっていた。中部電力は自前の振動試験設備を活用し、1990年代に、 運転員が乗った状態で制御室内の機器を操作できるのかを実験したことがある。この時は振動台の上に模擬制御板を設置し、過信の程度を数段階変えた上で下記の試験を実施している。運転員に数パターンの警報シナリオ操作を実行させる、警報に伴うパソコン上に表示された指示値の内ちオーバーしたものの読み取り子の結果。 警報シナリオにおいては警報に対する操作内容が直感的に分かりがたい場合には精神的負荷も相まって誤操作を誘発する可能性があると推定された。また指示地読み取りにおいては自動停止する程度までの地震動では問題なく操作できたものの基準地震動 S2 による制御室での応答波の入力では9割以上の 運転員が読み取りに困難を覚えた。このため、地震の最一定の加速度以上で自動停止する現行のシステムは妥当と評価された。また、本発電所については、日本建築学会の学術講演講外集にて、中部電力、中電不動産などによる地震動の解析、実際の地震記録をシミュレーションで再現する研究などが複数回発表されている。 2005年には原子力発電所耐震設計技術指針 GEG4601 から1987で提示されている多湿点並列地盤モデルを用い4号機のプラント全体を連成させたシミュレーション結果が提示されており地盤定数の算出に遺伝的アルゴリズムを採用するなど時代の進歩に応じた技法が取り入れられ実際発電所各界で観測した 最大応答加速度と良い対応を示したという。また、同志で発表などから、チューブ電力が、プラントや、縦屋、地盤を、どのような質点系として、モデル化しているのかや、縦屋重量など、実際のプラントのスペックについても読み取ることができる。2008年10月には、次世代軽水路の開発プロジェクトに協力し、校内で、免震試験装置の設置工事を開始した。また、 検討を試みた1、2号機ばかりではなく、ABWR プラントにおいても免震化設計の研究記事を鹿島建設と共同で発表している。なお、中部電力は折に触れて、下記の懸念に対する反論を行っており、ウェブサイトにて一覧化されている。告発の中には、原子炉建や基礎岩盤強度確認に関わっていない。 会社の者が原子力発電所の設計者を名乗り、岩盤強度、核燃料の固有振動数、建屋の減衰を誤魔化しているなどと述べたものがあるという。このほか、地震動の脅威についても、動力での間まさかずが次のような反論をしている。地震動が作用した際、よく指摘される、最大加速度よりも、建物、設備の固有周期と固有周期周辺の波長での地震波の大きさとの、 比較が重要される。原子力発電所の重要施設は合構造のため、固有周期は0.3秒程度と一般の土木建築物より短周期である。そのため、間によれば、長周期側で最大加速度のピークを迎える基準地震動のような地震波は、耐震安全上問題とならない旨の評価をしており、 地震波を建物に入力した際の建物の揺れ方を示した応答加速度は基準地震動や中央防災会議で想定した東海地震動の場合、長周期側では小さくなっている図を交えて説明している。1992年原子力安全委員会はアクシデントマネジメントの整備を実施的に実施するよう省令を開始した。これに応じて中部電力は 確率論的安全評価も導入しつつ、策定を図り、設備面でも次のような強化が実施され、2001年度を完成目標とした。浜岡原子力発電所周辺の過去1年間の地震の震源分布と地殻変動東海地震の想定や敷地内のリニアメントについて、問題として取り上げられるようになったのは、本発電所が運転を開始して間もない。 大規模地震対策特別措置法施行の頃からである。同法施行直後に3号機の増設計画はまとめられ、1978年12月18日に設置変更許可申請書を提出したが、審査書類の再提出を求められて、活断層調査などの記述を大幅に追加して、1980年12月に再提出した。その際、藤井大一郎などから、 中部電力は従来の検討の不十分さを実際上は認め、部分的には新しい知識を取り入れながらもいろいろと言い訳をしたなどと業界主である原子力工業の記事でも批判されていた。この時点で発電所敷地内に断層破砕体が存在する点がすでに有料の対象となっており、再提出された設置許可申請でも H 断層系として一部が 故障を与えられている。この H 断層系は1から3号機の建屋をかすめている。この件は、静岡大学助教授の小村博夫が1981年7月に発表した論文で紹介され、原発から8キロメートル以内周辺には8本の活断層が知られており、他に3本のリニアメントがあるが、そのうち2本が原発敷地内を走っている。また、 当時、柏崎刈羽原子力発電所で、ボーリングデータ改ざんが指摘されていたが、伊藤通言も申請書を制読した結果、男性派のデータが不自然にばらつきがなく、その疑いを表明していた。本発電所の立地条件を強調した、反対運動は長らく続いているものであり、1990年代以降は、日本の、 反原発運動関連の書籍では必ずと言って、良いほど言及されている。比較的知られたものだけでも、広瀬隆史、吉井秀勝、原子力資料情報室、鎌田里史、坂正二、前田栄桜、小永谷実る、食品と暮らしの安全基金などがある。出版活動以外にも、2002年に浜岡原発訴訟が提訴に至っている。また、 地震が直接路に与える振動だけでなく、津波による電源喪失など、周辺のシステムの不安についても、東北地方太平洋沖地震以降、国の基準の見直し議論も含め注目点となっている。指摘される懸念は詳細は各校で述べる。立地点に対する懸念安静東海地震の震度分布、浜岡原発があるお前崎は、震度7と、 最も危険な領域であった浜岡原発は、フィリピン海プレートの境界である、スルガトラフに近接しており、東海地震の震源と予想される領域のほぼ、中心にある。東海地震が単独で生じた場合、M8、震度6、一部が震度7、総じて海岸部は、震度6強から7と想定されている。この時発電所の岩盤に与える揺れが、 ある計算で395ギャル、別計算では500ギャルと予想されている。ただし、東海地震は1854年の安西南海地震のように、東海、東南海連動地震や1707年の宝永地震のように、東海、東南海、南海連動型地震となる可能性も高いと予想されており、 これが生じた場合に M 級の巨大地震となるという可能性が報道された。地震学者の石橋克彦神戸大学教授は第162回国会において太平洋戦争後半世紀にわたり昇降状態であった日本列島全体が地震活動期に入りつつあるとの主張を口述している。また浜岡原発の立地する地盤は取水トンネルの 部分でも述べたように佐柄掛川総群、この基層という砂と泥からできた地層であり、工学的には南岸に分類される。この点の脆弱性を指摘する文献もある。歴史地震評価に対する懸念産業技術総合研究所活断層、研究センター研究員の藤原治と北海道大学教授の平川和臣の2007年の発表によれば、 2005年から2007年にかけて、浜岡原子力発電所東 2km 地点計8カ所で、ボーリング調査を実施し、堆積物を調査したところ、8000年以上前から100から200年周期で、東海地震が起きていることを確認し、それと同時に、従来想定される、東海地震とは別タイプの大規模地震が約4800年前、3800から4000年前、 2400年前の計算回発生していることを確認したという。さらに、2400年前以降、もう一度大規模地震が発生したと見られることから、藤原は、1000年前後に一度、より大きな地殻変動を起こす地震があることが分かった、としている。石橋勝彦も、本発電所の立地する旧浜岡町で発生した、安政東海地震の震度を資料より推定する。 家庭において、同じく地震研究者の宇佐美達夫が長年にわたり、複数回発表してきた、震度推定を再検討した。その結果、根拠となる一時資料に遡ると、具体的根拠が乏しい旨を指摘しており、浜岡町、桜以外の周辺地点での記録からはの並み震度、6と判定するにたる、破壊の記録が残されていること、桜にて、地層の差による、 優位性が見出せないことなどを明示している。設計思想に対する懸念地震学者のモテキスミオも2004年、週刊誌に発表した記事で、原子力発電所の耐震設計指針で規定された、上下道の水平道に対する2分の一規定に次の、ような批判をしている。阪神、淡路大震災で、石が飛んだという話を紹介し、石が飛ぶということは、上下方向に、 約1000ガル以上の加速度があったことを意味し、2分の1、どころか水平方向の地震力にも匹敵する大きな振動もありうると想定し、1、2号機は耐えられない旨断定した。また、モンジュやロケットの打ち上げ失敗を例に、技術立国という過信に依存する日本の大衆一般の思考そのものを批判している。元東芝で、 原子力発電の格納容器の体力研究をしていた後藤正氏も格納容器の体力には限界があり2007年の新潟中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所に993ギャルの振動があったことを聞き原子力は止めるべきだと思ったと語っている耐震誘導工場工事に対しても懸念は表明されている石橋は2005年 本発電所で1000ルへの補強工事が発表された際、どこまで丈夫にしたら大丈夫なのかということは、発揮しているわけではございませんと口述した。また、原子炉へのリスク評価として、原発震災のリスクというものをきちんと評価して、その危険度の高いものから順に段階的に縮小する。必然的に古いものが縮小されることになると、 思いますと未曾有の巨大地震を前提とした耐震性へのランク付けの必要性を求めている。また、原子炉建屋や個別の建屋が地震に耐えたとしても、プラント全体として冷温停止するための初機能が維持されるのかという問題が原子炉次元爆弾などで指摘されている。地震想定の過小評価への懸念上述した新耐震基準を反映させるためのバックチェック作業に、 対しても、想定地震が過小評価されていると批判する者がいる。新潟県中越沖地震の際、柏崎刈羽原子力発電所の開放基盤面より、下の地下構造について十分に調査しておらず地震後に、改めて調査が行われ、2008年5月22日、原子力安全保安院にて調査結果が公表され、特有の終局構造が明らかとなった。 原子力資料情報室は、基準地震動の3.8倍の地震波の襲撃を受けたことを引き合いに出し、本発電所で実施することになった、同様の地下構造調査でも柏崎刈羽と類似した集局、速度構造が見られるとの前提に立っている。さらに、柏崎刈羽では、原子炉建屋へ入力された地震波は、地下岩盤内で推定された波より4から6割、 減衰した波だったが、浜岡では、減衰効果は1割程度しか望めないため、地下構造調査がすべて終了した場合に、基準地震動が新体新基準に基づいて、算出された800ギャルの2倍以上に修正しなければ、ならない可能性を指摘し、地下構造の増幅効果次第で3から5号機の運命も決まると懸念を表明している。なお、 中央防災会議が想定する東海地震は二千一年に見直され、アスペリティの概念を導入、規模を拡大したが、原子力資料情報室はこれについてもといった点を指摘し、地震動過小評価の元となっていると批判した。津波に対する懸念中部電力は、津波が斜面を駆け上がった、過去の痕跡が最高海抜六メートルなことから、余裕を入れて、斜面素状の最高が、 海抜8メートルと見ている。しかし石橋勝彦は、連動型の巨大地震となった場合、神奈川県相模湾から三重県の大瀬付近まで2004年のインド洋大津波で、見られたような巨大津波が発生する可能性を指摘している。また、2009年、文部科学省の研究により、東海、東南海、南海地震の3つの地震が生じた場合、同時発生の時、 沿岸の海上波高がすでに3から6メートルであり、また数分から数十分の時間差を置いて、連動発生し、かつ最高となるとき、お前崎付近などいくつかの狭い範囲では、沿岸の海上波高が2倍以上となり、11メートルに達することがあるというシミュレーションが公表された。また、発電所は砂丘と山で囲まれており、ほとんどが海抜12メートル以上、 一部10メートルであるが、敷地高は前述のように6メートル、5号機敷地でも8メートルである。また、広瀬隆氏は、原子炉次元爆弾の中で、取水トンネル周辺地盤に対する脆弱性を取り上げ、トンネル破壊の可能性を指摘した。また、津波により漂着物や船舶が、取水等に衝突、もしくは溜め流した場合についても懸念を示している。取水した水は、 大型の主水槽に導かれるため、直ちに冷却不能になることはないが、広瀬隆氏は、水槽自体も、破損の可能性がある旨取り上げている。なお、吉井秀勝が、冷却水問題で質問した後、中部電力は、各主水槽間の水を融通することにも、使用可能な連結管路を、追加工事で確保したという。いずれに制御こうした事態が発生することによっても、プラントの 各、建屋が健全であっても、冷却不能に至る事態が広瀬などにより、指摘されている。急性放射線障害、放射性物質拡散に対する懸念本発電所の運転に危機感を抱く者は、地震発生時、国際原子力事象評価尺度でレベル7相当、シルノブイリ原子力発電所事故クラスと同等以上の事故が起こる場合を想定している。 つまり、未曾有の本心により、原子炉格納容器やその内側の原子炉圧力容器が破壊され、内部の放射性物質が相当量放出され、多数の国民が生命に危険なレベルで被爆し、放射線障害の発症に至る状態である。本発電所をモデルとした原発震災に言及している、上述の書籍では概ね取り上げられている。 放射性物質が拡散された場合、風況の面からは、浜岡原発の風下が首都圏、関東地方全域にあたり、一方で、中京地帯にも近く、南西の風が吹くことも多い。関西地方も風の状況によっては、例外ではないとされる。ここで放射性微粒子が放出されると、首都圏を中心に膨大な人口が居住する域が、避難区域となり、 水源の汚染などによって居住不可能になるとされる。事前に入念な防災計画を定めても被災者への自由な救出活動などは期待できず計画すること自体無駄な状況となる。また、これらに風評被害など含める場合もある。兵庫県南部地震発生後に設置申請された5号機では総理府内に設置された地震調査委員会にて 糸井川静岡構造線活断層系などから発生する地震規模について従来より辛い見解が提出されたが3、4号機で用いた基準地震度は妥当であると結論した2009年8月11日午前5時7分頃駿河湾沖を震源とする地震が発生したこの際5号機原白立屋に設置されている地震計で最大426ギャルの揺れを 観測した。これらは原子炉が自動停止する120ギャルを超えていたため、運転中であった4号機及び5号機については、原子炉が自動スクラムすることとなった。なお、2009年8月11日時点では、放射能漏れや火災等は確認されていない。この地震で5号機で大きな揺れを観測した原因として、5号機地下に揺れを増幅するような、 構造がある可能性が指摘されており、中部電力は、下記の対応策を発表した。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震時は、お前崎市で、震度3、本発電所での揺れも10から13ギャルであり、それほど問題となるレベルではなかったが、福島第一原子力発電所事故発生により、東海地震の予想震源域にある、 本発電所に対しても安全に対する懸念の高まりや追加の安全策に迫られるなど地震や津波災害発生時における安全性が問われている。なお、本発電所が直接の影響を受けたのは東日本大震災の4日後の3月15日に発生した静岡県東部を震源とする地震であるが、この時は緊急停止せず運転を継続していた。 6号機計画発災時点で6号機は環境影響評価の手続きに入る直前の状態であったが静岡県原子力安全対策課は前提が崩れたと朝日新聞の取材に回答し中部電力首脳も今回の知見を6号機に活かすとコメントした発電所全体の災害対策地震後非常用ディーゼル発電機について取り上げられる機会が増えた この件で、静岡県の危機管理官が視察した際の説明では、形式の違いから、非常用発電機は、福島第一のようなタービン建屋内ではなく、水密扉等で遮蔽された原子炉建屋内にある点が説明された。中部電力は2011年3月15日、ついで23日付で、東北地方太平洋沖地震を教訓とした対応策を発表した。内容は、 津波対策及び全交流電源、喪失対策であり、12メートル以上の防護壁を地上に設けること、ポンプへ防水壁を設けること、非常用発電設備をより高い位置に移設すること、非常用バッテリーへの電源車の確保などであった。また、資料では、場所の違いから福島第一と想定地震などの環境が異なる点も指摘した。所要事業費は300億円とされる。 3月30日、東北地方太平洋沖地震を受けて、経産省は電力各社に対して、津波に対しての緊急安全対策をまとめて提出するように求めている。内容は、津波による各種の機能喪失に対して、炉心損傷や使用済み燃料破損の発生を防止し、放射性物質の放出を抑制しつつ原子炉施設の冷却機能の回復を図るものである。 4月6日、中部電力はより詳しい資料となる、東北地方太平洋沖地震を踏まえた浜岡、原子力発電所の対応について、を、静岡県が、福島第一原発の事故を受けて、臨時開催した、静岡県防災、原子力学術会議において配布した。内容は、災害対策においては、前日の3月23日発表の対応策と3月30日の、 原子力安全、保安院の指示の範囲である。この時この対策とともに、さらに取水ポンプに砂が流入しても大丈夫で、あるなどと説明がなされたが、砂丘が津波に耐えられるか検証が必要、想定外の事故に、中電はどう対応するのか、などと厳しい意見が相次いだ。4月12日、縦屋上の非常用ディーゼル発電機の設置を完了した。4月13日、 中部電力は従来の想定波高さは8メートルとの見解は維持したが周辺住民の不安解消のため防波壁を12メートル以上から15メートル以上に引き上げると発表した。なお、廃炉となった1-2号機には計1165体の使用済み核燃料が保管されており1-2号機には耐震誘導工場工事は実施されなかったので 1000ギャルの水平地震動や2006年改定された新体新指針に沿った800ギャルの基準地震動への対応工事は実施されていない。使用済み燃料防保管プールの冷却機能が停止した場合の試験は中電により実施済みであり、通常の摂氏30度から摂氏55度への上昇でストップしたが水漏れで燃料が露出する事態は想定していない。 京都大原子炉実験所の小出弘明助教は3号機以降と同様の補強工事の必要性を述べている。工事する運転停止後発行された週刊東洋経済でのインタビューにおいて川勝は中部電力が震災後に打ち出した津波対策を不十分と表し、その根拠として発電所を挟み込むように流れている新野川、大佐川を津波が遡上した場合、 防波壁の内部ところに砂が流れ込み、建屋の通用口が損傷する可能性などを指摘し、さらなる津波対策の強化を提言している。一方、中部電力はウェブサイトにて、敷地東西の地盤が10メートルを超えることと、シミュレーション結果を根拠に、この可能性を否定している。また、反原発団体の中には、本発電所再稼働につながるものとして、 防波壁の建設に反対している者たちがいる。定期検査中の3号機の取り扱い一方、2010年10月より定期検査に入っている3号機の運転再開について中部電力は当初4月を予定し、震災により7月に延期していたが、静岡県の川勝平太知事は新たな津波対策は不十分。7月の再稼働は客観的な情勢から見て、 非常に難しいと述べた。なお、中部電力は3号機を停止して、代替電力を火力で賄った場合、毎月60億円の経費負担が生じると発表している。5月2日午前の参院予算委員会で、共産党議員の大門三木氏は、全国の原発が想定している津波と耐震強度を提示し、10メートル以上の津波と、 阪神大震災レベルの地震に耐えられるものは一つもない。想定値を抜本的に見直すべきだと述べ、経済産業大臣のカエ万里は、早急に見直したいと明言した。さらに、大門が、本発電所の運転再開を許可してもよいのかと、質問すると、首相の菅直人は、地震の影響を受けやすい場所に立地しているとの指摘を受けている。 地元の意見もいろいろ出されており、政府としても国民に安心してもらえるか、しっかり見極めて判断しなければならないと、2011年7月に計画されていた運転再開について慎重に判断する姿勢を示した。発電所の運転停止へ、経済産業大臣の江田は5日には、本発電所を視察し、知事とお前崎市長、石原茂雄とも会談したが、 三者とも従来のスタンスを崩すことはなかった。中部電力社長の水野明久は国の評価が出てすぐに運転再開ができるとは考えていない。地元にしっかり説明し、地元から大丈夫と言われて前に進めると述べた。5月6日午後7時、政府は中部電力に対し安全確保の見通しが立つまで停止中の3号機に加えて 4? 5号機の運転停止を求める要請を行う旨、テレビ会見で表明するとともに、海江田経済産業大臣名で要請文を発表した。これは、法規的根拠のある要請ではないが、社長の水野明久は、同時刻に行われた海江田経産省からの電話要請に対して返答を保留した。電力供給自体は、 東発電所なしでも賄えるとされているが、余裕が大幅に減少することから、万が一とのトラブル等で、さらに電力供給が落ち込んで、さらに他社からの電力融通も受けられなかった場合、中部経済の混乱が懸念されている。これらはすべて家庭の条件であるが、すでに中部製造業にトリプルパンチとの記事もある。一方、地元を代表する製造業である、 鈴木会長兼社長の鈴木治は国の最高決定権者として正しかったのではないか。自分がもしそういう立場だったら同じようなことをしたと思うと首相の決定を支持している。また愛知県や岐阜県に航空機部品などの生産工場がある川崎重工業会長である大橋忠春、神戸商工会議所会頭も一国の首相として 当然だと思うと支持する考えを示した。共産党の一田忠義初期局長は世論に押されて停止したのは一歩前進だ。全国的な原発の廃炉を目指して国民運動を起こしていきたい。社民党党首の福島みずほも首相の決断を歓迎する。脱原発の未来を切り開く大きな一歩となるはずだ。自民党衆院議員の河野太郎も 残りの原発に関してもきちんとしたストレステストをすべきだと、それぞれ菅首相の要請を評価した。民主党国民運動委員長の渡辺天音は、一旦停止して安全確認をするのが地元のコンセンサスだと評価したが、地元自治体は原発関連の補助金に財源を頼っており、財政的な配慮が必要だとも指摘した。 自民党政調会長の石場茂は政府の判断は重く受け止める必要があるがどういう理由で判断に至ったのかを政府は説明する責任があると指摘。公明党代表の山口夏夫も中部電力や静岡県などに根回しした形跡は見受けられず唐突さが拭えない。将来のエネルギー政策の展望を示さず国民の協力で乗り越えられるというのでは。 不安だけが残ると述べ、首相の対応を批判した。5月8日、中部電力は、本発電所を停止した場合の火力発電燃料を調達するため、カタールと接触した。また、関西電力は、LNG の融通の検討を始めた。5月9日、中部電力は運転中の4、5号機を停止することを決定。4、5号機については、 準備が整い次第速やかに停止し、停止中の3号機についても、当面運転再開を見送ることと発表した。今後、津波に対する安全性を一層高めるため、防波壁の設置などの対策を速やかに実施し、早期の運転再開を目指すこととしている。5月13日、中部電力は4号機を停止。5月14日、中部電力は5号機を停止。これにより、 本発電所のすべての原子炉が停止した。ただし停止作業中に原子炉冷却水に海水400トンが混入してしまったため塩水除去作業が必要になり、また混入した海水中のヒ素が放射化されヒ素76を排気ダクトにて検出するトラブルを起こした。民主党の岡田和也幹事長は大村秀明愛知県知事から停止に伴う 大体火力の費用負担を求められた際、充電のリストラでやってほしいなどと否定的な見解を示した。4号機の建設時に使用されたアルカリ骨材反応試験にて不正行為が行われていたことが2004年7月27日、当事者が原子力安全、保安院に申告したことにより明らかとなった。内部告発を行った者は安倍川開発の社員であったが、 生コンプラントに骨材を納入していた、小笠開発に出向し、製造管理部門に勤務しており、小笠開発社長との共謀であった。告発者は4号機の建設が完了した後に、発生した阪神、淡路大震災を後継を見て、自分のやってきたことに心が苦しんでいた、安全性が問われる原発でも不正が行われている。 ことだけはどうしても多くの人に知らせなくてはならないと決断したと、じゃんじゃんでのインタビュー記事で答えている。不正の内容は当初は試験成績書の改ざんであり、同期は中部電力が良質な骨材と広報していたため、納入業者として不良品が発生しても引っ込みがつかなくなったことである。提出書類のチェックが厳しくなった後は、 試験サンプルのすり替えを行うようになったという。なお、この事件を取り上げた研究者は、一般的にコンクリートのアルカリ骨材反応は建設後15から20年、経過して、ひび割れの形で顕在化する点も言及している。この問題により、保安院は8月3日、中部電力に事実関係を確認するよう指示し、調査結果は10月12日に提出された。 2004年10月14日には衆院議員吉井秀勝が本会議で取り上げた。また保安院が10月14.15日に実施した現地調査では1から5号機のコンクリート構造物すべてで有害なひび割れは認められないとの評価が出された。10月18日に開かれた原子力安全委員会でもこの件は取り上げられ発電所のすべての原子炉について 再調査した結果が報告された。それによれば、1から3号機の建設時は、アルカリ骨材反応試験義務自体が存在しなかったこと、現状ひび割れが生じていなくても将来に、渡りひび割れが生じない保証にはならないことなどが、報告された。12月10日、保安院は、中部電力の回答に対する審査結果を発表し、中部電力の再発防止策を妥当と評価。 新たなコア抜き取りによる詳細試験の実施を指示した。この事件の問題点として内部告発は自己犠牲を必要とし歓迎すべきこととはいえ、その実行時期が遅すぎたこと、中部電力が当初実施した事実確認では新たなコア抜きはなく外観検査と試行関係書類上からのアルカリ量計算にとどまっており、初動が鈍かったことなどが技術者倫理の研究者から 指摘されている。浜岡原子力館浜岡原子力発電所の敷地内にある施設で原子力発電の仕組みや施設の詳細などを展示している。施設内は大きく AG の7つに分けられている。また、子供も楽しみながら原子力発電について学べるようプレイランドも設置されている。オムニマックスシアターを含め入館料は無料。第3月曜日休館。 前日の通り、2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故を受けた5月の政府による運転停止要請については、原発による立地自治体への経済的恩恵が減ったり、地域の製造業へ影響が出たりといった地域経済への影響を危惧する声もあった。一方で、鈴木や川崎重工業の経営者は安全性を優先することを支持している。 日本の他の原発と同様、計画段階から現在まで地元では反対運動が存在する。福島第一原子力発電所事故から、日本全体で原発の安全性に関する議論が高まり、2011年7月と11月には、それぞれ5000人、4000人規模の浜岡原発の永久停止、廃炉を求める集会が行われた。藤枝市の市民団体、洛草、 浜岡原発、命とふるさとを守る藤枝市民の会は、藤枝市議会と静岡県議会に、永久停止と廃炉を求める、陳情書を提出した。また、2012年2月8日には、浜岡原発廃炉、日本から原発をなくす静岡県連絡会という、市民団体が発足した。また、東京都と大阪市で原発の是非を住民投票で、決める条例の制定を目指す。 みんなで決めよう原発国民投票の静岡支部である原発県民投票静岡は浜岡原発の再稼働の是非を問う住民投票条例の制定を直接請求するため署名活動を行うことを2012年2月8日に発表した5月13日から7月11日の期間署名を集める予定東方が制作した1984年の怪獣映画 ゴジラの作中において、ゴジラに破壊される、伊浜原古力発電所は、映画制作当時の浜岡原子力発電所が、モデルとされており、1号機と2号機の建屋に加え、当時はまだ建設中だった3号機をほぼそのまま、再現した、現地取材に基づく精密なミニチュアセットが、制作されている。実際の敷地内及および、敷地周辺での撮影は行われておらず、 作中に登場する制御室はスタジオ内に設営されたセットであり、敷地内や周辺部とされているシーンはロケーションの類似した場所で撮影されて合成などの処理がされたものである。なお、作中にはモニタリングポストが登場するが、これは撮影用に映画スタッフによって作られたものであり、現実のものとは設置方式、外観、機能ともに異なっている。 論文企業技報報告書書籍雑誌。ありがとうございます。